さあやっていこう、やっていこう、やっていこう。お待たせいたしました。1ヶ月ぶりのね、また1ヶ月ぶりの焼き作りになっております。もしきよシリーズのパートいくつか忘れた。やっていこう。どうもアザラシです。いやーね、今月のあげる機会が今日ぐらいしかねえなと見越して、もう今日はもうあげちゃう。いつだこれ、もう8月だぞ。8月、まだマウスのカーソルがまだアザラシあのアンコになってない。まだ8月だぞ。こちらの世界ではまだ8月。ただ、まあ、目論みとしてはストーブリーグというか、あの冬の期間はね、基本的にあのすっ飛ばされたりするからね。あの1月とか2月とかね、あの辺でこうバランス取って来年につなげればと。長期計画、焼き付く長期計画が進行している。まあ何度も、いや綺麗だね、相変わらず綺麗だね。うわ何やった、恐ろしく原田、うちの原田がそそうしている。ひたすら打たれとる。あー、まあこの辺りの連中がねピリッとしねえな。中継ぎ陣がここで負けるわけにはもういかんのだよ。うちのチームもはや勝打を投げさせる。勝つラリー、お、ラリーが活躍してる。ラリーが抑えつか、ここしっかり投げたんだね。ラリーいいピッチングしてるじゃないの。ラリーよ、ラリー。重さ38号、近鉄が一つ負けたんだね。ここから辺で関根で一つ勝ちたい。ベシッ89。おお、すごい試合だぞこれ。小笠原がホームラン、そして坪井からの金子下に来て、その間一郎がホームラン、リール、ライトのエラー、誰だライト、平下の左本塁打で勝ったということだね。うちのチームライト誰だ、ライト平下、あれ平下そんなに出してたっけ、スタメン平下入れてんだっけ。すごい、新庄がいないから平下入れてんのか。適当なこと言うな、適当なこと言ってますね。いやー、現実のプロ野球の方はどうだろう。なんか語るべきことあるかな。なんか藤井が炎上してたとか、それぐらいか。藤井炎上ですよ。すごいね、打撃成績本当に。おバンド50本っておかしいでしょ。おバンド、そんな選手か。すげえな、うちのビッグバンド戦じゃん。ビッグバンド、おバンド、おかしいでしょ。50本、133打点、おバンド。もう伝説の選手だよ、もうそんな。日ハム史上最高の助っ人と言われてた、そんなおバンドが。おかしいでしょ、それは。いくらなんでも。ちょっとおかしいと思う。別に際立ってはないよね、これ見る限りね。ただの BA だよ。何があったらそうなるんだよ、バンド。わかんないよ。焼きつく楽しいな。4連勝、何も成果がなかった。球場は終始。最高、9月、焼きつくない時間が9月。これが11月号に上がるから、11月分としてあげるつもりだから、まあざっと2ヶ月遅れてたことになるね。9月なね。日ハムは今季5位でしたけどもね。そして、日本シリーズじゃ巨人とソフトバンクが対決して、巨人が4連敗と。そんな1年でしたね。グランド整備車両、これいいっすよ。これがあることによって維持費が安くなる、経営が楽になる。一応なんか見るべきものある、ね、まあ開発のところを一つ一つ丁寧に開発していく、丁寧に開発していく、これ大事。ここカットできない、カットできない、ここカットできないから。グッズの開発は渡辺企画、アイテムの、あ、間違えた、ボタン間違えた、これよくやるやつ。これで、売るものをね、この月売るものを
大体1月でこの売れ行きがこうね斜めになったりするから、メガホンはいいか。アイテムリストね、だんだん増えてきましたね。ね、これね、あのまだこの時点でないね、あの銀の天秤みたいなのがあって、それがあったらトレードが成功しやすくなるっていうアイテムもあったりするんですけどね、それがあるとね、だいぶサメトレードが、サメトレがはかどるんだけど、いける、5000万で1月。最初のうちはね、どんどんお金を投資してね、グッズとアイテムを作りまくるのがいいっすねって。こんな攻略必要ねえ、こんな攻略誰も見ん、誰も見ん。ちょっとね、やっぱ一番気になるのはコーチ陣ですね。コーチ陣やっぱ投手、はい、ちょっとスタッフを変えていこうと思います。こん中だったら、まあ、今見ました、一応資料見て、柴田は、まあ高橋もまあまあなんだけど、この米田はね、アイアン投球っていうコーチ特殊練習っていうのを持ってるので、これを持ってるがゆえに、キャンプの期間でピッチャーの体力と球威を大きく伸ばすことができるんですね。ちょっとそれを目当てにこの米田をね雇おうかなと思う。総括もね面白いんだけどね、総括はナックルを教えることができる。いや、ナックルを教えるピッチャーいないんですよ。いたらね、確保したいピッチャーであるんだけどね、まあナックル投げるピッチャーいないもんね、うちね。ただ米田を雇います。雇うから。はい、ということでね、ここら辺も変えようかと思ったんですけど、まあちょっと見てるうちに、まあ、違うかなということで、これはもうね、こういうのはね、ここまでで、米田だけ変えます。笠原。このね、スカウトも大事なんだけどね、一番あの戦力に直結するのは、オーストラリアにつてがある。やつを取ってくるとスカウトいいんですけど、海外スカウトね。日本国内のスカウトは正直よくわからん。今まで何度も随分長いこと野球つくをやってきたけど、オーストラリアのスカウトは、違うな、あの国内スカウトは誰が一番いいのかよくいまいちよくわかってない。作戦室は、まあ、新庄が帰ってきてからしっかり練習メニューを考えるかな。原田、森本、最近ね、チェンジアップ、ぼちね、もう平下がないと思ってるからか、これがちょっとね、まだまだうちが本気じゃないっていう感じが出てるね。まだ本気を出してる。ひでえな、左の方がスカスカ、まあ、左っていうか、小笠原が、できればやめるべきだよな、サード小笠原、ファースト小笠原にするべきだってのは分かってんだけど、なかなかね、これね、ラリーがね、変な投げ方してんな、こいつ。ラリーがね、中継ぎの方が登板機会が多い気がする。4勝3敗 4.96。ミラバルが 4.8。おい、中継ぎひどいな。ボッコボコに打たれた原田ですら、まだマシなレベル。特に石井宏としこいつひどいわ。まあこの辺は変えなくていいかな。ちょっとあの9月に入ったんで勝ちを狙っていくので、今さっき新庄がどうのこうの言って、新庄帰ってきてから練習見にどうのこうのって言いましたけど、新庄帰るまで全体を休憩させておきましょう。はい、黒い画面のところ喋らなければね、早く復帰した新庄。そうこの間に起こったことで言えば、新庄があの YouTube とかやって、新庄とまあダルビッシュがもうやってたけどね、ダルビッシュは暴れたけどね、新庄やダルビッシュやったからね、あれなんで俺石本に打撃練習を、謎、足元は足だけ鍛えていればいいか、はい、小笠原やもうあれスランプ抜けてんねー、よし、打撃しよう。あとは全員
フロストとかどうしたくて撮ってるのこれ。何のために。あのレギュラーは、レギュラー少し休憩ね。ヒヨミも含めてレギュラー少し、レギュラー少し休憩。金子マカドマ休憩。マサワラは練習してもらうけど。で、野口休憩。的山と磯部は、まあ、まだ見てもらおうかな。まだ練習してもらおうかな。ここはあれでしょう、力でしょう。うん。ここのね、今、長打 D が目についた。ピッチャー陣もちょっと、ピッチャー陣全体ちょっと休憩。あんまりゆっくりする。あんまりこう、ここの9月に入ってから少しゆっくりしてる。身長が帰ってきてから、はい、っちゅうことでね、近鉄戦だ。近鉄戦だ。しっかり休めた、させたのはもうほぼこのためと言ってもいいな。ここに勝てなきゃ意味がない。意味がないぞ。岩本かな、ここで。よし、次勝つ。清水か関根か、どっちがいい。成績的には清水。清水が一人で負けた。マウリシオ右だったっけ。あー、そうか。左打者に打たれてるな、しかもな。マジック転倒しちゃったよ、近鉄に。直接対決で1勝2敗。これは痛いよ。これは痛いよ。ここ3連勝、最低でも2勝1敗だったな。あだいぶ意気消沈してる。鬱憤晴らしてるね。次勇気。よし、ここで岩本かな。なんで負けたの今。なんで負けたの。近鉄に負けるぞ、このまま行くと。120試合、あと15試合で 4.5 ゲーム。いや厳しいね。情報、近鉄戦を実況していくスケジュール。次は今日はここでこれやってここ実況する。10月はない。これは、あ、全勝でこの近鉄2戦は勝たないかんね。よしもう一敗もできない状態だ。絶対勝つぞ。清水、相手のスタメンが分からん。よしここでうちの関根。うわ、嘘だ。なんで関根で負ける。大村岩尾、打撃コーチとして定評のある大村岩尾。ロッテ相手に1勝1敗。心臓に悪いな。藤原光則、知らない。優勝を逃す。おっと、新庄帰ってきました。これで一安心。ここから全勝。こ
こから全勝もうマストだよ。もうマストだよ。こっからの全勝もはやマスト。はあ。とりあえずお任せで組む。いや違うね。平下のところを新庄に、そして打順坪井を、坪井じゃない、守備位置新庄センター、レフト稲葉、ライト坪井。はい。で、打順だね。金子ここに置いちゃってっけど、どうなんだろうな。新庄が3割打ってるからやっぱここに来るべきなんだろうね。左右だもんね。でここでこうなってこうなってこうなってこうこうなってこうなってこうなってこう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 、まあまあこれでええかな。金子と田中健介入れ替えてもいいぐらいだけど、入れ替える意味もない。ないと言えばない。ないね。やっぱそうだそうだね。よしこれでいこう。これで反抗ののろしを上げていく。この布陣で調子がいい。リードが進学をかじったこと。ここからはもう全員休憩だね。全員休憩じゃないね、試合に出ていないメンバー以外は休憩だね。ピッチャーとかで例えば矢野とかはまあ休憩させておいても先発とかで使うタイプだからで投げさせないでしょ。だったらまあいいか。矢野は休憩じゃなくてちょっと体力を上げていこう。なるほど、なのかな。できることはこれぐらい、できることはこれぐらい。試合に出てないメンバーを休ませる。新庄調子良かったんで、そうね、ちょっとコード上げてみようかな。この辺全員調子上げて、あ、平下がいいかな。平下は今体力かな。体力を上げて B やるね。よし、肩かな、長打かな、長打。よし、勝つぞ。真剣実況だな。これは勝たなくちゃいけない。2つの試合、岩本先発開始。負けが今一瞬見えたぞ。いやー、この一戦目ガンちゃんちょっと先般じみてきてるぞ。もうここはでも投げラリーが悪い。緊張してきた。本当に負ける。このままいくと本当に負ける。いや負けないぞ。要注意です。投手コーチの米田です。個人の扱いについて。うるせえ。一人見つけてきたね。人事誰だろうね。あれ、まだか。まだ近鉄戦じゃないな。関根、川越のところで関根、まずかつ小林のところで、まあ、左がね、近中オリックスはね、左がちょっとやっぱ一郎を抑えないと勝てないので、ここで岩本を投げさす。あっ、もう終わった。終わった。ここに来て1勝2敗はもう完全に詰んだね。1年目で優勝するという快挙を成し遂げたのに、ここに来てこれよ。おバンド55本ってね。人事で新しくドラフト候補に入ってきた選手を見てみましょう。
中尾。この中尾だけ。中尾と塩。顔から顔と年齢からしてちょっともうダメな気がする。最後の近鉄線見ますか。みんなで。ここ。でもここは勝とうか、ガンちゃんで。よし、勇気だ。もうね、やっぱ天網開花、人にして漏らさずってやつだね。ね。まさかの近鉄に負け。ヴィンセントが。ヴィンセントを送り込んで、このチーム崩壊させるつもりだったんだ。トレードでね、トレードで磯部と的山取ってるんですよ。こっちは近鉄から、近鉄が強いと見てからキャッチャーをこう、近鉄のキャッチャーをこう引き抜きまくって戦力ズタズタにしてやろうっていう、そういう作戦だったんです。なんかしらヴィンセントが、こちらが送り込んだスパイのヴィンセントがスパイであることを忘れて活躍してる。活躍ってことじゃないんだけど、まあ、屋台骨を支えてらっしゃる。これが全てだ。はぁ、ヴィンセントならまあね、どうせこの1年で劣化するでしょうとか、そんな風な甘い考えがあるから よくなかった。それがもう完全に裏目ったね。ヴィンセントはそんなんじゃない、もうキャッチャー本当に1人も入れなきゃって言えなかったよ。よし、稲葉にバント。日本代表監督稲葉のバント、侍ジャパン監督の稲葉にバント。優勝したよね、プレミア12ね。優勝したよね。あんまりしっかり見てないんだ、実は。野球民なのに。なんか、代表戦ってなんかあんまり見る気がしない。ひいきのチームを応援する気持ちは強いんだけど。代表戦ってね、誰が見るんだろうなって気がしちゃう。まあ、稲葉とかさ、金子誠とかがさ、まあ、監督だったり、講師だったりしてさ、それはもう、あの、日ハムファンからしたら、なかなかまあその OB を見るっていう意味でもあるし、意味もあるし、まあ、選手の方だったら、まあ、選手の方だったら見てましたけど、だけどね、まあ、そういうプレミア順位ではあるんですけどね、なかなかねってね、なかなかねって、ね、金子誠にバントさせないとどうすんだよ。これね、サードで刺されますね。刺されましたね、やっぱりね。しゃあない。まあ、ツーストライクからのバントにこだわって俺がちょっと良くなかったな。田中健介2割6分7厘12本40打点と、今年引退を決めた田中健介もやっぱりまだまだ、試合に出始めたばかりってことだね。ランナーが全員が走ってるってことはこれは取れない。変直、あ、変直だ。おお、もうね、こんな試合勝ってもしょうがないんだよ、もう。でも、うっぷん晴らすかのこと。近鉄ファンからしたらもうね、悲鳴だろうね、これはね。大阪ドームで、こちら多分大阪ドーム。大阪ドームでね、選手たちの胴上げが見たかったろうに、しかし、そこに立ちはだかる兄ちゃん。なぜか最後の最後で、意地を見せて、近鉄をボコボコに、そういうシナリオ。うっぷん晴らし。さあ、小笠原だ。さあ、小笠原だ。しっかりじっくり、じっくり試合を見ていこう。おそらく来年の春まで、この焼きつく実況で、野球の試合の実況できないからな。ところどころ遅いね。処理がね。これどうですか、これどうだ、おっ、フェンス直撃、もう一人いける、あいかない、あい、痛い、イエーイ、イエーイ、そして新庄、慎重、
やっぱ新庄すごい、やっぱね、自分の中でね、やっぱスターなんですよ、新庄は。もうレジェンドなんですよ、スーパースターでレジェンドなんですよ。新庄復帰と聞いたらやっぱ少し少なからずやっぱ胸躍るものがあるよね。まあ何やってんだこいつと思うところもあるんだけど、ちゃんとせいやと、俺らの新庄、俺らのスターなんだからちゃんとせいやと思うところもあるんだけど、まあ、現役復帰というのを聞いて、ちょっと現役復帰や、現役復帰を目指すというところを聞いて、ね、頑張ってほしいなと思いますけどね。それよりね、個人的にはね、そんなことよりも野球界に復帰してほしい。守備走塁コーチでもいいからさ。清宮、今年の清宮は全然慣れてない。守備走塁コーチでいい。もう本当は監督やってほしいけど、守備走塁コーチからでいいから、復帰してほしい、球界にね。そうすればさ、お金なくたってさ、お金が今なくたってさ、食いっぱぐれることはないよ。人気あるんだしさ、日ハムの次の監督とかでもいいからさ、やってほしいんだけどな。なんかダルビッシュとの新庄の逸話みたいな見ました？みんな YouTube で上がってますよね。ダルビッシュは語ってましたよね。ダルビッシュはこう入った当初は結構いじめじゃないけど、日ハム内ではね、やっぱそのあいつ生意気だみたいな感じの態度をね、まあ2選手取られていたと、ね。そんな中やっぱ新庄、坪井、あと森本一人、この3人がね、外野の3人がね、当時森本一人が外野だったかどうか分かんないけど、この3人がやっぱこう盛り立てていって、なんか新庄って昔からこういじめっ子とか、いじめ、いや、まあ野球部内とかでこうね、こういう体育会系の社会だから、使えないやつは使えないみたいな扱いされるんだろう、きっとそういう世界だね。でもそんな中で新庄はそういうなんかこういまいちこうね、輪に入れてないような、いじめられてるような子供を見つけては、こうもう一回野球をやってもらうようにとかさ、そういう活動してたみたいなね、ことがあったりしてね、コメントとか。で実際ダルビッシュが日ハム入ってきて、そういう資格されてた時期には、新庄、坪井、森本選手がいたら、その3人でこうダルビッシュが輪に溶け込んでも いけるような環境作りというかね、いじりとかをしてたと。すごいやっぱダルビッシュはありがたがってましたよ。それと聞くとね、やっぱ新庄ってやっぱね、いい人なんですよ。野球感だけじゃなくてね、私生活がボロボロすぎるのが悪いだけでね。わが、本当は薬やっとったりするかもしれない。そういうところであんまりこう人を信じすぎちゃいけんとは思うんだけどな、うん、だけど新庄を信じたい。いいか7点だから、まあ一応新庄は元気なのを見ておおうと思うけど、ねえ、なんか現役復帰は難しいんじゃないのってやっぱ思っちゃうよね。ファンでも、元ファンでも思っちゃうよね。潔く綺麗にね、現役引退したんだから、次はこう裏方として、自分がじゃなくてチームをこう輝かせるように、下の者たちを輝かせるっていう立場になってもいいんじゃねえかなと思うけどな。それじゃあダメなのかい新庄って思っちゃう。おお、すげえ、ほら、それじゃダメなのか新庄。現役復帰は無理にしても現場復帰をねしてほしいな、うん、新庄型。新庄のことを熱く語れるYouTuber というか実況者も早々もう、また三振試合やった、清宮が。新庄のことをこうね、動画を現役時代の新庄を見ながら語ってるような、そんなチャンネルってなかなかないと思うけど、現役時代のゲームのね、新庄、この後新庄は大リーグに渡るから、まだ阪神時代の新庄ですよ、こっちは。新庄、自分が野球を乱したのも新庄のおかげだし、最初にファンになったのは阪神ファンだったし、で日ハムファンになったのも新庄のおかげなんですよ、実はね。おかげっていう方でもないけど、新庄が、まあ、大リーグに行くっていうのは、阪神で新庄ってすごい特殊な存在で、新庄剛志という男はね、阪神ってやっぱ伝統のチームっていう感じがする中で、スクイズ、完璧。
伝統のチーム、いろんなしがらみある中で、一人こう、なんかこう、派手な行動をしてるし、当時はすごい物珍しかったリストバンド、まあ、真っ赤なリストバンドをセンターにつけて目立つんですよ。それがすごいね、新庄はね。それをなんかかっこよくやってた。やっぱ人、周りから浮くっていうことではあるんだけど、それをかっこ、それはかっこいいっていう風に見せられるだけのこうスター性があったし、実際行動も示したし、でも暗黒の阪神、もうほんと真っ暗だね、あの時代の阪神とかね、それの中で唯一の希望みたいな感じでね、すごいかっこよかったよ。もうそのきら星の中の一人じゃなくて暗黒の中の一人だから、もう、ま、ことさらに眩しかったもんね、新庄とかね。新ちゃん、その新庄はさ、阪神から抜けてさ、抜けちゃってさ、まあ阪神もそれなりには応援してたけど、その抜けた後はさ、でもまあやっぱそれを機会にしてメジャーとかちょっと見たりしましたよ。メッツとかジャイアンツとかね、新庄が入団したチームはね、それなりに応援して、で応援してじゃない、チームを応援するわけだよね。でもその当時メッツとか結構ね、言うてピアザとかいたりね、マイクピアザってすごいね、キャッチャーの、ゴーダのキャッチャーいたんですよ、メッツとかとか、まああとはまあ新庄との共演といえば、あとはあれだよね、あのジャイアンツのサンフランシスコジャイアンツのバリー・ボンズとかも結構新庄と仲良しになったりしてさ、そういうそのシーンがあったりしてね。で日本に球界に復帰って、日本に復帰って、新庄がさ大リーグでまあ2年ぐらいは頑張ってたけど、3年目ぐらいからさすがに出場機会って言いにくいな、出場機会がなくなって戻ってきて、その時にまあ普通考えたら阪神に帰ってくるかなと思ったけど、阪神じゃなかったもんね、日ハムに帰ってきたもんね。日ハムでね、伝説を作りましたよ、新庄。もう日ハムに帰ってきた瞬間から、新庄が、日ハムってか、新庄が日本に帰ってきて、日ハムに入った瞬間から日ハムファンだからね、自分とかね。その程度のにわかでしかない。でも、それはまあ、日ハムのにわかであるけども、新庄ファンとしては、間違ってなかったかなと。だから野球を応援するっていうのを、まあ、チームを応援するのも大事だけど、やっぱ、一人のね、選手を応援するってのもいいかなと思ったりしますけどね。思いますけどもとか、けどもとかって言ってるけど、マムシはやべえな。ここは勇気に経験を積ませよ。大味な試合だ。12対5。これ野口。バントかな。いや、このまま出すよ。俺の野球。その後もなんか新庄イズムがね残ってるんだよ、日ハムには。なんかなんとなくね、新庄の後を継いだのは森本一人だよ。森本一人の後は陽大館かな、陽大館の後を継ぐもの、まあ、陽大館っていうか新庄イズムを継ぐ選手が今はちょっと日ハムには乏しいかなと思うぐらいだけどね。新庄イズム何なんだろうな、新庄イズム。野球をやっぱこうファンを大事にする姿勢かな。野球ってやっぱ勝ち負けのスポーツではあるんだけど、でもワンシーズン戦ったら1から6までの順位がついて、 でもファンは6位を見せられるし、6位のチームであることもあれば1位のチームであることあるということもあるというか、それでもやっぱ楽しく試合を見なくちゃいけなくて、6位のチームでもやっぱこの試合に足を運んだね、観客席に足を運んだ観客はやっぱ楽しまなくちゃいけないし、ファンも6位でもやっぱ楽しむっていうことが大事かなと思ったりして、でその中でやっぱりこう勝ちにこだわるというよりはお客さん、ファンを大事にというかね、変な演出としてみたりとか、なんかこう勝つのが最善なんだけど、それ以外での野球の魅力を教えてくれた選手みたいな感じがしてるんですけど、どうなんですか、一試合一試合の魅力というか、すごいワンプレーあったらその試合ってなんか永遠なんですよね、野球ってね。優勝の目的のために戦ってるけど、すごいワンプレーは優勝よりも記憶に残るワンプレーとかあったりするかもしれないし、物語が紡がれていく、なんか一つ一つの試合がそのファンによって、足を運んだファン見たその試合を見た一人にとってはやっぱこの特別な試合であるし、全力を尽くすべきなんだろうなとかって、全力って誰目線の全力って
何を言ってるのか分かんないけどね、まあ、新庄は本当に特別な、自分にとっては特別な選手っていうことかな、が言いたいことかな。だからなんとなくこのね、なんとなくこの日ハムにやってるけど新庄入団させてるもんね。ラリー投げ出してみるか。ここでピッチャー交代です。よっしゃよっしゃ、いきなりラリー投げろ。すげえ投げろ。元気を引退してからの新庄ね、やっぱちょっとがっかりはするよね、ファンとしてはね。新庄ファンを多少やめてるところはあるんで、やめざるを得ないときは。で、まあ、やっぱ日ハムファンをし続けてるという感じ。多分新庄がもしも今プロ野球に、12球団プロ野球に復帰したとしても、その球団のファンにはならんとは思うから思うけどね、日ハムファンのままだとは思うけどね。やはり打たれるな。長々だらだら喋ってますね。皆さんやっぱね、お気に入りの選手を見つけてほしい。で、迷うと思うんだよ、お気に入りの選手とチームどっちを優先するかって迷うと思うんだけど、別にそれで選手を選んだっていうのもあるかねと思うけどね。だからなんかこうチーム選手によって移籍するよね、どっかにね。例えば大谷がファン、大谷のファンだったとして、日ハムファンだからさ、大谷のファンの人もその後大谷が大リーグを渡っても日ハムファンを続けてほしいと思う気持ちもある反面、大谷ファンだったらね、そのまま別に日ハムファン辞めちゃってエンジェルスファンになって、で大谷がもしかしたら日本に球界復帰、日本球界復帰した時に、まあ、そのどこの球団かのか、もしかしたらオリックスに入るかもしれない。でオリックスファンでもいいと思うんだよ、うん。それなんかだから女はみたいな、女のファンってそうよね、女性ファンってそうよねみたいな、ね、いう風な野球ファンいるかもしれないけど、でも別にね、選手をなんかアイドル見たり見たっていいと思うんだよね。別に、ね、見方いろいろだよ。その一人の生き様なんかも結構ね、野球のドラマにおいては結構大事かな、 大きな要素かなと思ったりしたりしなかった。桜井行こう。調子のいいとかです。すげえな。5勝0敗。本当に今年頑張ってるね、桜井。で、調子いいですわ。さあ清宮でやるか、生駒、うちの生駒。あの現役を目指すとかじゃなくてね、普通に投手として戻ってきてほしいけどね、新庄ね。もう打席に立ってます、新庄。打率2割9分9厘、35.79打点という、現役時代は記録できなかったような成績を残して、まずこの35本が嘘だな。これが一番嘘だ。すっげー打ってるな今日は。すっげー打ってる。ちょっと清宮ホームラン見して。ダメだ。内野ポップフライ。うちのおバンドも、清宮の尻拭いはおバンドも。3割2分3厘、55本、147打点。しかもこの135試合制の時代に。どうしてこんなことが起こるんだ。帰ります、帰れない。帰れたぞ。これで おバンドに変えて石本を投入。石本もうちのチームで言えば周東みたいなもんだから、ね、100%せーせーせー。ほんとただうっぷんばらしてるな。ただただうっぷんばらしてる。滑り込みセーフ。延々に点が取れる。得点を重ねます。でも今年の優勝チームはこの2チャームだよ。近鉄だ。
やっぱり投手陣にもろさを抱えてるね、この近鉄ティーチームはね、この模試起用シリーズの中での近鉄ティーチームは投手陣に不安あり、そこをついてのこのピッチャーかよ、バッターかよ、ここで磯部、せっかく取った磯部、ここで代打を投入します。磯部をね、正捕手にしたい。したいんだけど、まだ磯部を正捕手にするほどではないよね。平下通り、すごい攻め、すごい攻め、これはだね。でこれで平下に変えてもまだなお的山がいると集大成だから見ればないさせちゃう。でも見納めだ、今年の模式をシリーズの見納めです。野球の試合は皆さん存分に楽しんでいただけましたでしょうか。ここはミラバルがベシッと締めくくってね、締めくくってくれミラバル、締めくくってくれ。先生です。8点取られとるやないかい、19点取ってすげーっていう感じだけど8点取られとんぞ、普通に8点取られてる、なんなら9点取られてる。やっぱ抑えかな、バファローズ抑えがようなかったか、うちミラバルが、こうしてみたらな、ミラバル 4.97 のこいつが抑えたからうち弱いんじゃねえか。これはどうだ、はい、セッツ、新庄の方が強すぎるせいで、セーフ。二塁ランナーが、気塁しても微妙なタイミングになって、審判がセーフ、セーフ、セーフって言ってるんですね。マウリシオ。こいつが爆発してたんだな、近鉄でな、このマウリシオ。ホームランこそそこまで多くないけど、まあ、30通りってところを考えたら、3番バッターとしては最高だな、これはな、きっとな。最高の成績残してるんだと思う。よし、終わりだ。いやー、近鉄18本も打ってるぞ。得点効率が良かったんだろうね、ヒット数ではほぼ拮抗って感じ。ここで決まりだろうね、ここで決まり、ここで金手使って終わり、ジャム負けて終わり、これ金手ファン怒るわ怒るわ、こんだけボコボコに金手ボコボコにしてからさ、次の試合あっさりオリックスに負けて、金手の方は試合ないもんだからさ、だから多分これはね、ライブビューイングで大阪ドームでみんな大阪ドームでライブビューイングでさ、にちゃん負けねえかなとかと思いながら、別にさ、なんか選手もさ休みの日に借り出されてみたいな感じだよね。でなんかあ、にちゃん負けちゃったみたいな、それで仕方なく、あ、優勝ですねっていう、しょぼい感じの移動日に優勝みたいな、いやー、これ一番嫌なやつ、一番やってほしくないやつ。近鉄がバッファローズ優勝おめでとうございます。門倉かな、うん、立役者は赤堀、欲しい、赤堀欲しいな。よし、じゃあ今日はここまでだ、いやここまでにしよう。次は来月ちょうどなるけど、じゃあどうしようかな、ここまで、ここ
ここまでは入れるか。この辺の設定はいらないか。はい、このように設定しました。ダーッダーッと見ていただいて、ダーッと主に打撃練習を終始野手を、ピッチャーの方は米田が来たんで体力とか、まあ、主に9位かな、ここは中心に練習させております。2軍の方はまあ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 、バンドとかどうしたいんだろうな一体どうしたいんだろうな、このバンド。はい、もう目いっぱいやるよ、練習は。この時期の練習は目いっぱいやってるよ。グーグーのビル関根は多分来期関根はすごいと思う。ガッチャンさすがに年俸下げてると思う。こんな感じです、こんな感じです。ロスト待ってる。はい、ということで次の試合見たら11月分というか、まあ9月分が終わるんでね、次の次か、これまだ見るところ。やるなよ、勝てんよ、もう近鉄に7ゲーム差開かされちゃって。いやー、ついたな差が、こんなに差がつくかってぐらい。まあまあ2位でも十分だけどね、十分だけど、まあ、結果としては2位。ガンちゃん受賞だ。清水受賞に入ってみたら10対2ね。清水も2桁勝利はできんかったな、うちのチーム今年は。さあ、135試合全部消化しました。バンダは55本塁打でストップ、150打で小笠原3割で。近鉄は今年この辺の投手陣が良かった、特にこの豊田とかいうねピッチャーを送り込んだのどこの陣が、はっきり言って豊田が勝ちに直結しとるんじゃないか、先発の軸は大丈夫はい、勝つつもりだった、普通に勝つつもりだった。あ、ごめんな、じゃあここまでということにします。間違えて押しちゃった、はい、9月はここまでということにしましょう。ほなまた。